3連休最終日となった今日、富士山では60代の男性が転倒し心肺停止の状態で救急搬送されたほか、5歳の男の子が体調悪化で救助されるなど遭難が相次いでいます。警察によりますと、午前10時半過ぎ、富士宮口新7合目付近で家族と登山中だった60代とみられる男性が転倒したと通報があり、県警山岳遭難救助隊が現場に向かいましたが、男性は搬送時心肺停止の状態だったということです。富士山では15日からこれまでに県警が発表した山岳遭難は8件で、救助されたのは9人に上っています。警察は富士登山をする際、登山計画書の提出や体調管理などに注意を呼びかけています。